カマロンの戦いは、1863年4月30日に、ベラクルス州のカマロンでテヘーダで行われた戦い。プエブラの海戦に敗れ、プエブラの市外に対して包囲網を敷くフランス軍に、補給物資を届けるための輸送部隊の護衛として、随行していたジャンダンジュ大隊率いる、フランス外人部隊と輸送部隊出発の情報を得て、 襲撃に向かっていたミラン大佐率いるメキシコ軍部隊が遭遇したことにより発生した。メキシコ出兵のプエブラの海戦で敗れたフランス軍はプエブラの市外に対して包囲網を敷いていたが、これの維持のために現金300万フランを含む大量の補給物資を送ることを決定した。1863年4月29日。 輸送部隊がプエブラに向けて出発するとの連絡を受けた連隊長は男獣隊と相談して第三中隊にこの輸送部隊の護衛の任務を割り当てたが第三中隊の士官が不在であったため男獣隊自身が隊長となってマウデ将尉とビラン将尉の2名の士官及び62名のレジョネアからなる部隊を編成して護衛のために赴いた 1863年4月30日午前1時、男獣隊が護衛する輸送部隊は出発した。同日午前7時頃、パロベルデで大休止を取っていた最中に、輸送部隊の情報を得て、襲撃に向かおうとしていた800名の騎兵及び1200名の、不評からなる、ミラン大佐が指揮するメキシコ軍部隊の一部と遭遇し、戦闘状態に入った。 メキシコ軍に先手を取られた。この戦いで、男銃の部隊は、退却を重ねて、最終的に、カマローンで手平まで退却し、高さ3メートル程度の壁が巡らされた建物を、陣地にして、メキシコ軍の足止めを試みた。この直後に男銃の部隊は、メキシコ軍によって、完全に包囲され、さらに、メキシコ軍の増援が到着した。 メキシコ軍の指揮官からは降伏勧告がなされたものの、輸送部隊を襲わせないようメキシコ軍をこちらへ引きつけるべく、弾獣隊は我々にはまだ弾がある。降伏はしないと言い,い、さらに続けて死ぬまで戦い続けるとまで言い,い、あえて降伏勧告を拒否した。同日午前10時頃、メキシコ軍の総攻撃が始まった。 絶望的な状況でのフランス外人部隊史上に残る壮絶な戦いの中、同日正午頃、胸部に命中した銃弾によって、フランス外人部隊側の指揮官であった、男獣隊尉が戦死した。同日午後2時頃に、フランス外人部隊側のヴィラン将尉が戦死した。また、この頃に、メキシコ軍は、フランス外人部隊の立てこもる建物への放火に、成功し、 フランス外人部隊は防衛の拠点の一つを失った。同日午後5時頃、包囲されたフランス外人部隊は、マウデ小イーカ12名になっていた。この直後のメキシコ軍の総攻撃では銃剣による近接戦闘まで行われ、同日午後6時頃には、フランス外人部隊側で戦えるものは、マウデ小イーカ5名になっていた。 この頃、メキシコ軍からの降伏勧告が再び行われ、直後に、フランス外人部隊のマウデ少尉と2名のレジョネアが、戦死し、間を置かずにさらに2名のレジョネアが戦死した。そして交渉の結果、武装解除をしないことを条件に、フランス外人部隊は、降伏に応じた。男獣大尉の木星の義子の戦いにおいて、メキシコ軍部隊に完全に包囲された。 フランス外人部隊は、総勢で65名しかいなかったものの、メキシコ軍部隊を、輸送部隊に向かわせないために、あえて降伏勧告を拒否し、絶望的な状況の中で、フランス外人部隊市場に残る激戦を展開して2000名の、メキシコ軍部隊を11時間にわたって、釘付けにしたため、フランス軍は、部隊の全滅と引き換えに、現金300万フランを含む、 大量の補給物資をプエブラに無傷で届けることができた。後日、フランス外人部隊では、この優先と自己犠牲に対して敬意を表し、4月30日をカメロン記念日として制定した。カメロン記念日には、オーバニュにあるフランス外人部隊の本部でこの戦いにおいて、男女大尉が使用していた義手が公開される。正式には、 フランス外人部隊の二等兵のことを指す、階級故障であるが、フランスの俗語では、フランス外人部隊の兵士全般のことを指す。ありがとうございます。